ダニエル・コウミエは、アメリカ合衆国の男性元総合格闘家、元レスリング選手、ルイジアナ州、ラファイエット出身、アメリカンキックボクシングアカデミー所属。元 UFC 世界ヘビー級王者。元 UFC 世界ライトヘビー級王者。元ストライクフォースヘビー級、ワールドグランプリ王者。UFC 史上5人目の2階級制覇王者。 UFC 史上二人目の二階級同時王者。UFC で二階級の王座防衛に成功した初めての人物。高校のレスリングコーチに誘われた縁で12歳からレスリングを始め、ノースサイド高校時代はサンドルイジアナ州王者となり、1995年にはレスリング世界カデット選手権で銅メダルを獲得した。また、コー見エは高校時代には、 アメリカンフットボールでも活躍しており、ポジションはラインバッカーで40ヤード走では4.5秒の記録を持ち、全国選抜にも選ばれている。大学進学時に、ルイジアナ州立大学からアメリカンフットボールの小学生としてスカウトを受けるが、レスリングを続けるためにこのスカウトを断っている。コルビーコミュニティカレッジに進学後、んじかレスリング選手権を2度制覇。 ジェえかオールアメリカンに2度選出された。その後、オクラホマ州立大学に編入。2001年度、NCWA ディビジョン1の184ポンド級で全米2位となり、NCWA ディビジョン1をオールアメリカンに選出された。同年、デイブ・シュルツ記念国際大会 97kg 級で優勝するなど実績を積み、2002年から本格的にナショナルチーム入りした。 2004年、アテネオ,オリンピックレスリングフリースタイル 96kg 級に出場。準決勝で、ロシアのハジムラトがツャロフに敗れると、3位決定戦でも、イランのアリレザ・ヘイダリに敗れ4位。2007年、レスリング世界選手権で、銅メダルを獲得、米最優秀選手に選出された。2008年、全米選手権、代表選考会を共に優勝し、 米国レスリングチームのキャプテンに任命されて、北京オリンピックレスリングフリースタイル 96kg 級に出場が決定するも、人不全のため初戦で不先輩。また、この年に、んじか殿堂入りを果たした。北京オリンピック後に、アメリカンキックボクシングアカデミーで、総合格闘技のトレーニングを始める。2009年9月25日、ストライクフォスの育成大会であるストライクフォス。 チャレンジャーズ3で総合格闘技デビュー、ゲイリー・フレイジャーに TKO 価値を収めた。2010年7月31日、エクストリーム MMA ヘビー級王座決定戦で、オセアニア王者のルーカス・ブラウンと対戦し、パンチで TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2010年8月13日、カタック世界ヘビー級王者トニー・ジョンソン・ジュニアに挑戦し、 ジョークスリーパーで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年9月、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン12でチームコスチェックのアシスタントコーチを務めた。2011年6月18日、ストライクフォース・オーバーム VS ・バーデュームでジェフ・モンソンと対戦し、3から0の判定勝ち。2011年9月10日、ストライクフォース・バーネット VS ハリトーノフで欠場したアリスターオーフレームの代役としてヘビー級ワールドグランプリに準決勝から出場し、1回戦でエメリアエンコヒョードルに勝利したアントニオシウバと対戦。1R 序盤に右オーバーハンドでダウンを奪い、その後もスピーディーなパンチでシウバを翻弄し、最後は左ショートフックと右ショートアッパーのコンビネーションで 1RKO 勝ち。 この試合は ESPN のアップセットオブザマンスを受賞した。2012年5月19日、ストライクフォース、バーネット VS、コーミアーのヘビー級ワールドグランプリ決勝でジョシュ・バーネットと対戦。試合を終始コントロールして3から0の 5R 判定勝ちを収めヘビー級ワールドグランプリ優勝を果たした。2013年4月20日、 UFC 初参戦となった UFC オーン・フォックス7でヘビー級ランキング6位の元ヘビー級王者フランク・ミアと対戦。打撃で終始圧倒し3から0の判定勝ち。2013年10月19日 UFC166 でヘビー級ランキング9位のロイ・ネルソンと対戦しスピーディーな打撃とテイクダウンでネルソンを圧倒して3から0の判定勝ち。 2014年2月22日、ライトヘビー級転校初戦となった UFC170 でレスリング時代の因縁の相手、パトリック・カミンズと対戦。開始早々に、右アッパーをテンプルに当てダウンを奪い、パウンドで1キコ勝ち。当初は元 UFC 世界ライトヘビー級王者のラシャド、エヴァンスと対戦する予定であったが、エヴァンスの負傷欠如により、対戦相手が変更された。 2014年5月24日、UFC173 で、ライトヘビー級ランキング6位のダン・ヘンダーソンと対戦。テイクダウンを立て続けに奪い、グラウンドで終始一方的に、ヘンダーソンを攻め立て、3R にリアネーキドチョークで一本勝ち。2014年7月、アレクサンダーグ・グスタフソンが、ハンツキータを損傷して欠場したことにより、UFC178 で、 UFC 世界ライトヘビー級王者ジョン・ジョーンズとタイトルマッチを行うことが決定。対戦が決定すると早速両者はツイッター上で絶戦を展開。さらに8月4日の記者会見では睨み合った際、乱闘騒ぎを起こした。しかし、8月13日にジョーンズの負傷欠場が発表され、試合は翌年の UFC182 に延期された。しかし、 8月12日にジョーンズが負傷して欠場することが決まり、試合は UFC182 へ延期された。2014年9月23日、UFC178 の記者会見で乱闘を起こしたことにより、ネバダ州アスレチックコミッションから9000ドルの罰金と20時間の社会奉仕活動への参加を課せられた。2015年1月3日、 UFC182 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで、王者ジョン・ジョーンズに挑戦。パンチを、幾度かヒットさせ、5R には、テイクダウンを奪うなど前線するも、終始、ジョーンズの長いリーチに苦しみ、テイクダウンの数で上回られるなどポイントで、やや差をつけられ、0から3の 5R 判定負け。キャリア16戦目で初黒星を喫し、王座獲得に失敗した。 破れ走したものの、ファイトオブザナイトを受賞した。UFC ライトヘビー級世界王座獲得2015年5月23日、UFC187 の UFC 世界、ライトヘビー級王座決定戦で、ライトヘビー級ランキング1位のアンソニー・ジョンソンと対戦。1R バンにパンチでダウンを奪われるも、テイクダウンで得意のグラウンドに持ち込んでからは圧倒し続け、3R に、 リアネーキドチョークで一本勝ちを収め王座獲得に成功。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。試合後のインタビューで、ジョン・ジョーンズに向けて、ジョン・ジョーンズしっかりしろ。俺は待ってるぞ。とメッセージを送った。2015年10月3日、UFC192 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで、ライトヘビー級ランキング2位のアレクサンダー・グスタフソンと対戦。 サガールに、右膝蹴りからの左アッパーでダウンを奪われ、テイクダウンを許すなど苦戦したものの、クリンチアッパーを効かせるなど試合全体としては優勢に立ち、2から1の 5R 判定勝ちを収め王座の初防衛に成功。ファイトオブザナイトを受賞した。UFC197 で、ジョン・ジョーンズと UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチが組まれるも、4月1日に、 コウミエが足を負傷して、タイトルマッチは UFC200 に延期された。2016年7月9日、UFC200 で、ジョン・ジョーンズと再戦する予定だったが、ジョーンズの欠場により、代打出場の元 UFC 世界ミドル級王者、アンデウソン・シューバとノンタイトルマッチで対戦。テイクダウンを奪い続けて3から0の判定勝ちを収めるも、コウミエの消極的な、 試合運びに会場からはブーイングが沸き起こった。2017年4月8日、UFC210 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで、ライトヘビー級ランキング1位のアンソニー・ジョンソンと再戦。ジョンソンの左ハイキックをまともにもらい、下がる場面もあったものの、ニアールにテイクダウンを奪い、スタミナ切れを起こしたジョンソンに、リアネーキドチョークを、極めて一本勝ち。 二度目の王座防衛に成功し、試合後のインタビューでは、刑事サイドのジョン・ジョーンズとジミ・マヌアを挑発した。世界王座陥落、王座帰り先2017年7月29日、UFC214 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで、ライトヘビー級ランキング1位の挑戦者、ジョン・ジョーンズと再戦。前回同様、スタンドの攻防で互角の展開を繰り広げたものの、 3R に、左ハイキックでぐらついたところに、追い打ちでダウンを奪われ、追撃のパウンドで小負けを喫し,し、大座陥落した。この試合にかけていたためか、コう見エは、試合後に一目もはばからず号泣した。なお、この試合で、コう見エは、ファイトマネーのみで100万ドルを稼ぎ、ジョーンズのファイトマネー50万ドルを大きく上回った。後日、この試合のレフェリーを務めた。 ビッグ・ジョン・マッカーシーに対するコーミエの試合後の態度が問題視され、コーミエはインスタグラムでマッカーシーに対してあなたにとってしまった態度について謝罪したい。試合を少しでも長く続けさせてくれたことにとても感謝している。と投稿した。2017年8月22日、全米アンチドーピング機関が UFC214 の前日7月28日の 計量後に実施したドーピング検査で、ジョーンズの体内より違法薬物トリナボールの陽性反応が検出されたことを公表した。2017年9月13日、B サンプルも陽性反応だったことが全米アンチドーピング機関により公表され、これを受けて即座にカリフォルニア州アスレチックコミッションは試合結果をノーコンテストに変更。UFC はジョーンズから ライトヘビー級王座を剥奪し、こう見えに王座を差し戻した。二千十八年一月二十日、UFC u f c 二百二十の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで、ライトヘビー級ランキング二位の挑戦者、ボルカン・オーズデミアと対戦。1R 序盤で打撃を見切り、ストライカーのオーズデミアを相手に、スタンドの攻防でも上回り、1R 終盤にはチョークを極めかけるなど全局面で、 圧倒し続け、2R に、マットヒューズポジションでのパウンドで TKO を勝ち。3度目の王座防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。UFC ヘビー級世界王座獲得、2階級制覇2018年7月7日、UFC226 で1階級上の UFC、世界ヘビー級王者スティーペミオシッチに挑戦し、1R 終盤にクリンチでの右ショートフックでダウンを、 奪い、追撃のパウンドで小勝ちを収め、パフォーマンスオブザナイトを受賞。ライトヘビー級に次いで、ヘビー級の王座獲得に成功し、ランディクー・トゥア、BJ ・ペン、コナー・マクレガー、ジョルジュ・サンピエールに続いて、UFC 史上5人目となる2階級制覇を達成した。また、2階級の王座を同時に保持したのは、コナー・マクレガーに続いて、UFC 史上2人目となった。 UFC226 に来場していた元、UFC 世界ヘビー級王者のブロックレスナーに対戦を呼びかけ、レスナーに突き飛ばされた際に、今のうちに俺を突き飛ばしておけ。後で眠ることになるのはお前だと挑発した。2018年11月3日、UFC230 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで、ヘビー級ランキング2位の挑戦者でリック・ルイスと対戦。 テイクダウンを立て続けに奪い、グラウンドで圧倒し続け、にアールに、リアネーキドチョークで一本勝ちを収め、ヘビー級王座の初防衛に成功。UFC で2階級の王座防衛に成功した、初めての選手となった。2018年12月28日、ライトヘビー級王座を返上し、保持する王座は、ヘビー級王座のみとなった。 世界王座陥落2019年8月17日 UFC241 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチでヘビー級ランキング1位の挑戦者スティーペ・ミオシッチと再戦。試合序盤はグラウンド、スタンドともに優位に立ち試合のペースを握っていたが 4R に左ボディーブローの連打を受け失速したところにパンチの連打を浴び逆転の TKO 負けを喫し 王座から陥落した。なお、ヘビー級においてのキャリア初黒星となった。2020年8月15日、UFC252 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで王者スティーペ・ミオシッチとラバーマッチを行い、0から3の 5R 判定負け。王座奪還に失敗し、試合後のインタビューでは総合格闘技からの引退を発表した。 オリンピックに2度選出されるほどのレスリングスキルを持ち、特にシングルレッグでのテイクダウンを得意としている。また、身長が180センチメートルと重量級としては、小柄ながらも波外れたパワーを持ち、シングルレッグで相手を持ち上げてから、豪快なスラムでマットに叩きつけるなどのテイクダウンも武器である。スタンドではボクシングが中心のスタイルであり、 踏み込んでのパンチを得意とする。また、寝技での勝利数も多く、パワーを駆使したチョークが武器。ジョン・ジョーンズとは1 3センチメートルの身長差、3 2センチメートルのリーチ差があったにもかかわらず、2度の試合ではどちらも互角に渡り合った。また、ノックダウンを奪われてもすぐに立て直すタッフネスと、リカバリー能力を発揮する。ありがとうございます。